さあ本日もやってまいりました、府中で一番落ち込んでいる人 TV のお時間です。実況は私山本、解説は毎度おなじみ高崎インターナショナル国際短期大学で心理学を専攻する榎木田凛太郎准教授でお送りいたします。よろしくどうぞ。さあこのネット番組はタイトル通り、その日府中で一番落ち込んでいる人を無許可で気づかれないように密着し、立ち直るまでの姿を描くヒューマンドキュメンタリーですが、榎木田さん、その醍醐味は？それは何といっても心理学に精通した私の解説でしょう。あとは私の美声でしょうか。はい。3年2ヶ月ぶりの G1 勝利は本当に感動的だ。おっと、おや、あっと、ついに自分で自分の首を絞め始めましたが、これでは無理でしょう。大丈夫ですか？まあ、よかった、生きてて。これ、おっと、あれは一緒に死んでもらえませんか？は？え？私も一緒に死にたいんです。この薬だったら5錠飲めば確実に死ねますよ。おっと、これは何ということでしょう。何言ってるんだこの女性は。あっと、やはり一緒に死ぬ気のようです。死んではダメだ。あっと、いや、どうやら違ったようです。女性に手を挙げんなよ。何言ってんの、あなただってさっきから何度も死のうとしてたじゃない。そうだそうだ、土食ってたし。君に聞いてもらいたいことがある。男は一体何を語るつもりなのでしょうか。いや、凡庸な展開だな。よくあるドラマのように男が女を諭し始めるんだと思いますよ。想像力の欠如だ。俺は投資詐欺にあって財産をほぼ失った。何を食べても味がしない、馬券が当たっても全く喜べない。生きてる意味がわからなかった。だから本気で死のうとして。あれって本気だったんですね。だけど作ってたのに二度も命拾いして考えが変わったんだ。今は生きていることに感謝している。うん、命を粗末にしては絶対にダメだ。うん、神様はきっと、うん、君の死など望んではいない。うん、これ確かに凡庸な展開。おっしゃる通り想像力の欠如でしたね、榎木田さん。命って素晴らしい、本当によかった。ちょっと待ってよ。おっと、まだ話は終わってなかったようです。じゃあ今度の結婚記念日一緒に祝ってよ。え？分かった。え？約束よ。ああ、絶対に約束する。絶対？よくそんなこと言えるわね。いつも仕事言い訳にして約束なんて守ったことないくせに。すまない、だけどこれからは必ず君の約束を一番にするから。と、今の会話は一体何だったのでしょうか。二人は初対面のはずでは。おそらく気が動転してしまった女の会話に男が合わせてあげたというパターンだと。と、またあの女性です。定食屋からずっとつけてきたのでしょうか。一体何を企んでいるのか。一緒に死んでもらえませんか。この薬だったら5錠飲めば確実に死ねますよ。またそれか。でもそれがいい。だから前にも言ったはずだ、命を粗末にするなって。そんなの嘘。あなたまだ死のうとしてるんでしょう。私わかるから。いいから早く帰るんだ。嫌です。俺は君と死ぬつもりはない。だから早く帰るんだ。おっと、このままだと彼女が巻き込まれて殺されてしまう可能性があります。じゃあそばにいさせてください。それだけでいいですから。ダメなもんはダメだ。どうしてですか、一緒にいるくらい。危険なんだよ。やはり彼女は SNS のことを知らないのでしょう。知ってます。おや、 SNS のことなら知ってます。ああ、想定の範囲内です。おっと、これはまさかの反応です。それを知っていて彼女はなぜ馬尾についてきたのでしょうか。私も一緒に殺されようと思って。お、なんということでしょう。彼女は彼女で常軌を逸しております。とにかく君を巻き込むわけにはいかない。そうだ、迷惑かけないからいいじゃん。いた。あの女性です。まだ生きてる、よかった。
なんでここ分かったの？やった、美人が戻ってきた。えのきださんの分析じゃ確か死んでいると。アクセス数が伸びてきました。よくも置き去りにしてくれたわね。馬券買ってきてって言うから買いに行ったらいなくなってて。3連単か。この予想も大したことないな。俺が昔やってた頃はなかったからな、3連単。知らないわよ。どんだけ明日と思ってんのよ。お金も立て替えたのよ。もう、うるせえな。なんだろ。しかし、この女性どうしてこの家の場所が分かったんでしょう。そんなことより天皇賞だよ。今週は天皇賞。思い出すな。あの第138回天皇賞知らない？ああ。本当に？おっかとダイワスカーレット、残り300メートルからの抜きつ抜かれつのデッドヒット。えのきださん、えのきださん。もうその辺で。はい。でも、競馬場って、なんか楽しむところだったな。え？だろ？子連れで行っても十分楽しめるしさ。俺も初めて11年前の冬に行った時にびっくりしたな。こんなに綺麗で楽しいところなんだって、うん、競馬場は馬との出会いだけじゃなく素敵な出会いも待ってるからね、うん、おかげで僕の人生の中で競馬はかけがえのないものになったよ、うん、かけがえのないものね、うんうん、私にとってもかけがえのないものです。いやいや、えのきださんには聞いてませんが。いや、しかし急にどうしたんでしょう。さっきまでのドタバタが嘘のようですね、うん、それに今から殺される男がなんで馬券なんて。今どんな感じ？どうやって殺されるの？それがやっぱり殺せないって。は？おまけに刑事じゃないって。は？ダサいんだけど。うるせえな。とにかく1億だ。1億の場所を教えてもらわないと何も始まらないから。殺してくれればお渡ししますから。その時は私も一緒だからね。やだよ、なんで二人もやんなきゃなんねえの。いや、これまたややこしくなってきてますよ。これは女性特有のあれですね。え？と言いますと？刺してくださいよ。もう、これで刺してよ。いやだって。えのきださん、と言いますと？刺してください。いや、そう言われましても。刺してよ。そう言われても。刺すればいいんですよ。刺せばいいのよ。とにかく本当に1億あるから探させてもらうから。おっと、偽刑事、1億円を見つけることはできるのか。結局ないじゃないか、どこにも1億円なんて。お前騙しやったな。どうせ花から死ぬ気もなかったんだろう。もう帰る。あっと、偽刑事1億円を見つけることができずについに帰ってしまいました。そもそも殺す勇気なんてなかったんじゃないかな。ダメか、せっかく死ねると思った。じゃあ、そういうことだから帰ってくれる？いいよ。いいよじゃなくて帰って。無理無理、一緒に死ぬって言ったもんね。言ってねえし。そもそもなんで君はそんなに死にたいわけ？陽子のこと？ん？陽子って言うんだ。陽子って言うんだ。名前も美しい。いや、しかしこの女性の最初の謎感が全くなくなってしまいました。で、陽子さん、何があったの？お、急に女性の顔が真面目モードになりましたが、何か深刻な話をするのでしょうか？それは私の書いた書籍、馬心あれば女心。陽子さん、実は私もともとすっごい引っ込み思案で男の人とも全然話せなかったの。本当に？本当に？嘘つくわけないだろ、こんな可愛い子がさ。見えないよね。でもそんな私を彼が変えてくれたの。え、彼？会社の後輩の子。彼あんまりお金持ってなくて、それで私は彼に好かれたくて貢いだの。でももちろん私もそんなにお金持ってなかったから、闇金っていうの、そういうところに借金しちゃって、そっからはもう泥沼。それでもう死ぬしかないって思った時に偶然あなたを見つけたってわけ。同じタイミングで死のうとしてるなんて、なんか運命感じちゃって。そんなことがあったんだ。あなたは？あなたはどうして殺されたの？確かに。何があったの？おっとっと、おい、顔が近いぞ、近い。俺の過去は絶対に聞かない方がいい。え？え？ん？いや、なんでしょう。急に顔つきが変わりました。うん。
よし、1億やるよ。は？1億円やるよ。俺の1億を陽子さんの借金返済に使ってくれ。そんな見ず知らずの人に。俺はどうせ死ぬんだ、金なんかいらない。でも陽子さんはその1億で人生やり直せるんだろ。だからやるよ。でもいいから受け取ってくれよ。そうだ、受け取っていいよ。ないですよ、なくなってます。1億円がなくなってます。何ですか？ねえ、どうしたの？1億円はなくなった。え、1億円盗まれた。冷蔵庫に入れてたの？本当に？どうして？1億円って腐らないんだよ。いや、これは大変なことになってきました。あの冷蔵庫に詰め込まれた1億円が盗まれてしまいました。一体誰が。くそ、あいつの仕業か。あいつ？え、あいつ、え、今あいつって言いましたね。確かに言いましたね。この落ち込み人、まだまだ追いかけがいがあるね。いや、そうですね、引き続き追いかけましょう。さあ、果たしてあいつとは一体。馬尾はずっとあの女性を追っていますが、榎田さん、これはもう言わずもがなですよ。馬尾と陽子が追ってる女、この女が犯人でしょう。まあ、私もそれは否定できません。1億円がなくなってから6日間、ようやく馬尾が探し出したんですからね。ねえ、あの人が犯人なの？っていうか、そもそもなんで1億円なんて持ってたの？確かに。ねえってば、もうじれったい。あ、もっと、おい、捕まえた。あなたが犯人なの？1億円返しなさいよ。えい、いい冤罪なり、ならぜなぞらすま。え、わ、わぶつだ。え、せっかく泳がすってなに。ちょっと、今の会話。確かに、何なんでしょう今の会話は。中国語でしょうか？間違いない、中国語ですね。中国といえば、私が書いた中国人心理学の書籍、爆買いの深層心理の第5章、卓球とお金の関係性に書いてあるの。おっと、今中国人とのハーフであるうちのスタッフのチュンリーが先ほどの会話を訳してくれました。馬尾がまず1億円どこだ、あいつが持ってったんだなと言ったそうで、その後女性が知らないわよと言って走り去ったそうです。なるほど。で、その後に陽子がちょっと何今の会話と言ってましたよ。まあ、それは理解しています。これ何、全員中国人？ところ、なんで中国語喋れんのよ。おっと、電話ですか？喂、うん、他在、好的。ボス、あるよ。ん？ボス？おい、一応返せ。はぁ？だからお前のところなんか戻らないって。え？ちょっと、あ？誰と喋ってんのよ。なんだよ。ボスって何？えっと、なら私の出す条件をクリアしたら1億円を返してあげるわ。ん？条件？詳しくは後でメールするから。じゃあ来週東京競馬場で。え？あ、もしもし、ちょっと誰よ今の女。あの電話。はあ？これ、お、何でしょう。馬尾も陽子も驚いていますが、どんなメールが届いたんでしょう。馬尾と陽子は謎の女の指令に従ってここ東京競馬場へとやってきたわけですが、果たして1億円を取り戻すことができるのでしょうか。謎の女からの条件とは一体何なのか。わざわざ競馬場に呼び出したくらいですからね。メインレースの馬券を買って的中させろと言ったと。あっと、お、陽子さんが。陽子さん、どこへ。これはまずいことになりました。連れ去られたようにも見えましたが。馬を早く気づけよ。何したんだ。馬尾はまだ気づきません。あっと、ここでようやく馬尾が気づいたようです。遅いよ、早く探せよ。陽子さん、陽子さんの身に一体何が起こったのか、彼女はどこへ連れ去られてしまったのか、馬尾も全く見つけることができないようですが。やばいやばいやばい、俺の陽子が、俺の陽子が。一体これはどういうことなのか。大成功。これは一体どういうことか。陽子さんは生きていました。もうヘトヘトだよ。
そこまで真剣に走らなくてもいいのに。早速ライブ映像に切り替えてみましょう。ここは東京競馬場内のフードコートですが、なぜか敵対していた2人が黙々とカレーを食べております。あのお二人の関係は？おっと、ここで陽子さんがたまらず疑問を口に出しました。そうね、切っても切れない関係かな。ん？これは一体何を意味するのでしょうか。そんな関係ならどうしてひどいことばっかりするんですか。あなたやっぱり馬ちゃんのこと好きなのね。おっと、別に私は。何言ってんだこの女、陽子さんが馬のことを好きなわけないだろう。この女の言うことにいちいち耳を傾けなくてもいい。さあ約束通り1億返してもらおうか。おっと、ようやく本題に入ってまいりました。これより1億の謎が明らかになるかもしれません。それは無理。え、話が違うだろう。俺たちは条件をクリアしたんだ。あら、私条件が一つだなんて言ったかしら。馬ちゃん、私のところに帰ってきて。え、それは絶対にできない。そう言うと思った。だから別の条件も用意してきたの。場所変えましょうか。さあ場所を変えてステーキハウスに来ておりますが。おお、美味しそうなステーキだね。おっと、これはデジャブでしょうか。2人はまた黙々と食事をとっております。さあ早く条件を言え。さあ謎の女は何を切り出すつもりなのでしょうか。ああ、じらしすぎだ。これじゃアクセス数が下がるぞ。単刀直入に言うわ。1億円を返してほしければ陽子ちゃんを私にちょうだい。え、陽子さんを。何言ってんだ、あんなところに行ったら人生終わりだ。お、一体何の話をしているんでしょうか。あの、今の話どういうことですか。黙って食ってろ。馬尾ちゃん安心して、最近は需要も増えて政治家や実業家にも食い込んでるし、組織は安泰なの。それはどうだか。あなた借金があるのよね。なら私のところに来ない。あなた可愛いから必ず売れるわよ。おっと、あっと、ここで陽子さんが突然駆け出しました。早く二人を追うんだ。1週間が経過いたしました。陽子さんの隣にいる男は借金取りでしょうか。おっと、ここでついに馬尾が現れました。さあ馬尾がアタッシュケースを持って現れましたが、一体中には何が入っているのでしょうか。おっと、やっぱり札束です。これは約束通りあの謎の女から1億円を取り戻してきたのでしょうか。お疲れさん。そうです、馬尾は再び人身売買に手を染めてしまったんです。はあ、馬尾は再び悪の道へ。よかった、これで陽子は救われた。いや、ダメ。あと、ちょっと、榎木田さん、勝手に中村さんにしないでくださいよ。あ、何これ、したの。いや、ねえ、山本さん、した。山本さん、さっきの1億は。スイーツでも食べるか。いや、したのかな。ねえ、山本さん。いや、どっち。ちょっといい。はい。あなた、誰ですか。ええあなた誰。馬尾さんとどういう関係。いや、陽子もまだ知らないようですよ。確かに気になりますね。ねえ、誰なの。まあ近いよ。おっと、馬尾が現れました。何やら男を連れていますが、あの男は。この子、彼女。いや、そんなじゃないです。そうです、違います。それでこの人は刑事さん。ああ、君の推測通りこの人は刑事なんだ。おおむねスニーカーとの連絡係を頼めそうな人は君しか思いつかなかったんだ。スニーカーでいいよ。それに西崎さんに借金のお礼もしなきゃいけなかったろ。そうだけど、そういうのちゃんと言っといてよ。
私の命も危なかったかもしれないのよ。危険な賭けだったが、スニーカーならちゃんとやってくれると思ったんだ。でもさ、なんで刑事さんと知り合いなの？こいつとは昔よく組んだんだ。組んだ？どういうこと？あなた刑事だったの？いや、刑事じゃない。ん？聞いてないの？西崎さんが会社始めるとき、こいつは、え？だから何度も言ってるだろ、俺の過去を詮索するなって。いつもそう。私には何にも教えてくれない。じゃああれは？庭でなんか燃やしてたよね。え？あれは別に。また隠す。なんか原稿用紙みたいなの燃やしてたけど。そういえばあれは何を燃やしていたんでしょう。どういうこと？いや、何ですかこれ。カラーとが入れ替わったってことって、こんなこと実際にありますか？あれって入れ替わったってことか。うん、そうみたいね。どうしよう。どうしようじゃないよ。また階段から落ちるしかないだろう。え、でも。でもじゃねえよ。一生このままで行くつもりか。まずはこちらの VTR をご覧ください。 VTR？ 一体誰を追ってるんですか？普段とはスタイルが違うので分かりませんか？誰だろう。にしてもこのヒップたまりませんね。今執筆中の新書、人はヒップが9割の表紙にぴったりです。ほら、榎田さん。あ、そうです、我々が追ったのは陽子さんだったんです。山本さんだけずるい。なぜ私に教えてくれなかったんですか？まあそれは。にしてもこのヒップたまりませんね。やっぱり榎田さんを参加させなくて正解でした。あ、カメラさん、早く後を追ってください。ですから榎田さん、これ VTR なんです。ああ。追跡を続けると、陽子さんはとある会議室に入っていきました。殴り監視用のカメラは事前の用意は不可能です。当然あるわけございません。そしたら陽子さんが中で何をしてるかわからないじゃないですか。心配ご無用、ちゃんと策を講じましたから。策？我々はカメラを仕込んだ番組スタッフをピザ屋に変装させて会議室の中を覗かせました。するとそこにはとんでもない光景が待ち構えていたのです。まさか陽子さんが着替えていたんじゃ。皆さん一瞬ですので目を離さずよくご覧ください。まばたきすらするつもりありません。はい、ピザをお届けに参りました。ピザなんて注文してませんけど。あ、すみません、フロアを間違えたようです。